皆さんこんにちは。今回は、機銃の実弾射撃訓練をやっていきます。F-15 に搭載されている機銃は、M61、20mm ガトリング砲で、6本並べた砲身を反時計回りに回転させて連射を行います。信頼性が高いことなどから、1958年に F-104 に搭載されて以来、アメリカ空軍の機関砲を搭載した戦闘機の、ほぼ全てに採用されています。それでは、行きましょう。おっと、忘れてました。本日警戒管制を行っていただく、2D さんです。目標の位置などを私に伝えてくださる方です。よろしくお願いします。ちょっと何言ってるかわからないです。RWR に映ってますね。ここには大まかな機種が表示されるみたいです。目標が見当たりません。VSD には映りませんね。VSD は自分のレーダーで、RWR は多機からのレーダーを感知して、それぞれ表示されます。RWR から消えました。すれ違ったのでしょうか。後ろにいました。目標視認。こっちに向かってきてますね。私の操縦が悪いんでしょうけど、実際もこんなにするに失速するんでしょうか。空戦では高度、速度、姿勢のエネルギーを素早く変換する能力が必要らしいですよ。速度が落ちすぎて上向けません。こちらがガンのみだと知らないのでフレアを出しまくってますね。おかげで軌道がわかりやすいです。よーく狙って。射撃。撃墜ですね。次は実際に撃ってみましょう。1秒で100発発射される、炸裂弾入りの弾幕なので、少し当たれば粉々です。撃墜。パイロットは脱出しましたね。Springfield 11, focus 11, bra 31046 at 15,000 hot. なるほど、方位、距離、高度、向きを教えてくれてたんですね。Springfield 11, focus 11, merged. 目視可能距離。オーバージーに気をつけて。遅ければ失速するし、
速ければ曲がりにくいし。どれくらいの速度が一番いいんでしょうか。なかなか見えません。お、いた。こっちか。やっちゃいました。1回も2回も変わりませんね。整備の皆さん、ごめんなさい。ビンゴフュール。ビンゴフュール。残念、量が少なくなりました。クリーンでフル AB 焚いてると、こんなに早くなくなるんですね。よし、捕らえましたね。頑張れ20万馬力。よく狙って。ヒット。今回の訓練はこれで終了します。恒例のダイジェストムービーを、未公開シーンも含めてお楽しみください。それにしても相手は一発も撃ってきませんでしたね。タマハテグナガ、タンジャーナイノ。